竹明です。皆さん、おはようございます。今回行きたいのがですね、急遽思いついた早朝企画ですよ。はい。早朝から大食い。初めて行くゆで太郎で果たしてどれだけ食べることができるのか、行ってみたいと思います。ゆで太郎っていう、全く知らんかって、もともとね。もともと全く知らんかったんですよ。でも、東京都民とかって割と知ってる、関東の方にある店らしくて、お蕎麦屋さんなんかな？お蕎麦うどんみたいな。お蕎麦うどんみたいな感じである店なんですけど、関西ないんよ。それのために、今回ちょっとね、愛知の方まで来まして、はい。そんなゆで太郎さ、本日、食べ放題していこうじゃないかと。初めての食べ放題企画でございます。まあ、食べ放題のコースはないねんけど、まあ、自分たちもほんま好きなだけ、経費です。なるほど。ありがとうございます。経費で、なので好きなだけ食べてもらって、果たして何杯食べることができるのか、お蕎麦の食べ放題って今までしたことないなっていうのと、やっぱり初めて行く店なんで、食べ放題自分らで食べたら、割といろんなメニュー紹介できるから。せやね。早速、やっていきましょう。竹明ショー。お、着きました。江戸切りそば、ゆで太郎。初めて見たな。ほんまにこれみんな知ってる？関東民コメントして。僕らまだこれがそんな有名ってこと信じれてないから。何の時代？みたいな。ゆでが。ゆで太郎何の時代？あ、朝ごはんって書いてる。朝メニューもありつつって感じってことか。すげえ。外に食器あるタイプの店や。ほんまやな。まあまあまあ、まだ食えるってなったらね、もう一回後でお返しに来たらいいから。ああ、そうや。とりあえず注文しますか。はい。ちなみにどうせだから、人気メニュー食ってきたくなる。ああ、確かに気になるもんな。天そば。そば屋さんやん。なるほどね。天そばが一番人気らしい。で、2位が天盛り。で、最後、かき揚げそば。なるほど。揚げも好きやな。なんかあっさりを求めに来てんじゃないの、おそば屋さんって。しかも第4位、ワンカツ丼セットやって。そば屋もなくなったり、ね、そんなにじゃ頼んでいきますか。はい。あ、天そばと天盛りって一緒やん。なるほど。冷たいかあったかいかだけやん。季節のかき揚げ、あとカツ丼っつってたらこれすごいな。あ、そばついてくるんや。なるほど。単品ないやんな。まあおそば屋さんやからさすがにおそばは食えやみたいな感じ。なるほどね。単品ありましたわ。はい、店内に着きました。やっぱ朝からそうなんだ。そうするね。朝から朝からそれが来る。何倍ってこと？うん、どうなる。難しいな。あっさりやから結構ゲソゲソするじゃん。一段とかってさ、替え玉6、7ぐらいそうや、ね、前回そんな感じやった。でも朝っていうとこハンディと、あとおかずついてくるからさ。確かに天ぷらとかちょっと重いのって。そうそうそうってなったら、そうやな、そんなゲイのちゃうからよ。いしょ。はい、それではこの店の人気メニュー第3位です。はい。かき揚げそば。てかさ、今走ってる見てんよ。うん。めちゃくちゃ調味料多かったけどな。あ、そうなの。でも10種類以上みたいな。めちゃくちゃあるよ。すごい、何でもあったよ。だからなんかそういう意味じゃ味変すごい楽しめそうやね。しかも無料で。まあそう。こいつが多分ゆで太郎なんかな。なるほどね。マスコットキャラクターなんやろな。それでは。いただきます。あったかいそばか冷たいので選べる、今回はあったかい方にしました。早速乗していくか。いただきます。うん、すごいそばが切りやすいな、なんか。あ、そうなんや。うん、うん、美味しい。うん、かき揚げも、うん、ゆで太郎って言ってさ、うん、和料理やからさ、そばってまあこう日本の雰囲気あるやん。まあそうやね。店員さん全員外国人でさ、ずっと知らん言語で喋ってるもんな。たまに街中のカレー屋さんとかあるやんか、なんかこうインドの人がやってるみたいな、あんな感じの雰囲気やもんな。そば屋やのに。でもそんな方が作ってもらったかき揚げめっちゃうまい。エビとアサリのかき揚げそばなんや。アサリのかき揚げって珍しいな、なんか。確かに。1杯目からペロッといっちゃった。次もう渡して取りに行きますか。行きましょう。
次届きました天盛りですね、第2位の。こっから言うたら味変できるわけですよ。お塩とわさびを取ってきました。でも関東の方やったら大人気店って言うからな。なるほどね。ウームのマネージャー言ってたやん。ウームのマネージャーさん東京の人やからさ。ああ。え？常識だよ。ゆで太郎は常識だよみたいな。じゃあ三点って知ってるみたいな。わからないって言われたもん。うん。塩うめ。塩うめってなってる。普通にだしでも。わさびで。うん。わさびうま。あ、なんかゆで太郎って。うん。ホッカペアリアン、うん、そこのオーナーが創業したお店らしい。あ、そうなんや。さっきあげます。え、なんで苦手なんで。苦手なんで食べなさい。小学生の頃のやり取り出てもた。食べてっつって。でも味覚ってなんか年齢とともに変化するみたいな話あるやん。ああ言うなそれ。あれって実はその味覚自体が変わってるっていうよりかは鈍くなってるらしいよね。はあはあはあ。つまりその好き嫌いがすごい多い人ってすごい舌が敏感らしいよ。ああ。いろんなものを察知できるみたいな。はいはい。もちろん美味しいものを美味しく察知できる能力もあるし、でも苦手なものをこうすごく苦手と思ってしまうぐらい敏感な舌でもある。逆になんかあんま食に興味ない人とかあるやん、うん、そういう人って舌がなんかそもそも鈍感らしい。だから何食べてもそんなに別にみたいな。おいやたまに。だから おかんが最近昔食われへんかったけど私結構いろんなもの増えるようになってきてるんだろうし、それは完全に年齢にくるもんだよ。舌が衰えてる。ちょっと柚子の粉いただいてきました。柚子はね、僕が歌手を目指したきっかけですから。どういうこと？誰組の方の。ああ、そういうことか。ああ、そうそうそう。初めて学校のなんかカラオケ大会だったんで、その時ゆず流行ってたからゆず歌って、うまいーみたいな感じだから、もう子供やから、アホやからさ、おい、歌、うまいんやーって小学生の頃になって、歌手になるーみたいな。そう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 。うまっ、かっぱれ。もうゆずが大勝利してる。結果。さあ続いて演奏場でございます。ちなみに私もお腹いっぱいでございます。もう無理。早い早い。いや早ないよ。3倍やで。そこそこ、うん、いっぱい目食った時から思ったもん。あ、無理かもって。ちょっとさ、せっかくさ、アマゾン名古屋まで来たわけだからさ、うん、まあ、ちょっと名古屋クイズでねお付き合いくださいよ。いや、ちょっとそば食ってるんで。大丈夫です。いやいや、じゃあやって。そのおそばさん勝手に始めるな。正直、チンチンのそばが好きなんや。さあ、これどういう意味？どういうこと？もう一回言って。そのチンチンのそば好きなんやな。これどういう意味？そういう AV。 ちゃうに決まってない。そんな問題やん。短い。ん？短い。No。 ファイナルアンサーとかじゃないんだ。チャッカしてるぐらいかな。あったかい。おお、正解。まあ、熱い。同じ感じかな。まあ、先ほどの当てたんで、うん、次当てたらご褒美やな。ほう。好きな願いを一つ叶えてあげましょう。はい、わかりました。名古屋といえば、うん、手羽先。うん、そうやね、有名ですよね。うん、で、なぜ手羽先が有名になったのか。まあ、3、4、3択でいこうか。うんうんうん。とある業者が唐揚げを頼もうとして間違って手羽先を頼んでしまった、うん、たまたまそれが大ヒット。 B、 鶏の生産量が名古屋が1位。うん。 C、 奈良時代の天皇が手羽先が大好きだったから、それが今も名残で続いている。どれやろう。でもなんかどれもへーって感じだね。そうやろ。72へーぐらい。名古屋の手羽先は間違えて最初に唐揚げを発注してしまったことが発祥である。 A で。ファイナルアンサー。ファイナルアンサーで。正解。マジ名古屋王。名古屋王の勝負。一歩で突き止まっていい。そんなに言うの。
いや、願い事聞かないと。さあ、僕は3杯食べたところで、隣で兄はカツ丼を食べていました。いや、おそば関係ないんだ。いや、あなたが選んだんでしょ。無理です。私3杯で諦めようかと思いました。ただ最後これちょっと試したいなっていうのがあって、うん、めちゃくちゃ調味料あるって先言って見せたやんか、うん、あれ調味料を駆使して一番美味しい食べ方っていうのを検索かけて見つけました。というのも普通のざるそば、そしてトッピングに生卵で、あっちにあったラー油、これを使って中華そばが作れるらしい。ざるそばが中華そばに早変わりだと。この食べ方がめちゃくちゃね、バズってたらしくて、生卵にネギ、そしてラー油、これ結構入れて大丈夫です。なるほど。こっちにもかける、もうラー油あえみたいにする。いや、もうこの時点でもうそばじゃないもん、雰囲気。そもそもそばにラー油って発想なくない？そやね、やったことないわ。で、普通のざるそばのスープね、で上に、海苔を乗って、本当に中華そばっぽくなるのかな。つけた後にこっちで生卵といただきます。どう？うまっ。あ、マジで？めちゃくちゃうまい。あのね、あれあれなんや、なんて言ったらいいんや、キリンジとかである油そばや。ああ、はい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 、油そば。うん、うまい。おー、そうなんや。うん、今日一。今日一。うん、これうまいわ。なるほどね、こういう新しい食べ方あんのか。ただでもさ、うん、じゃあ中華そば屋行けよ。うん、食べました。よし、見やすか。はい、というわけで今回ね、朝におそばおぐいという、はい、まあそんな近くをやりました。初めて来たゆで太郎、とても美味しゅうございました。長尾に来たかいがあったよ、はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。じゃあねー。